皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。えー、さてさて、あの、私ですね。まあ、あの、なんか夜中の一人語りでよく話してましたけど、あの、ショートシネマを作る制作集団に加入させていただいたっていう話してたじゃないですか。で、そこでの第一回作品として、あの、ミーケー、 高橋監督が主催する26秒のカーニバルという26秒の動画を作る。はい。まあ、ショートショートですよね。ショートショート。はい。ショートもショートですよね。はい。その26秒のカーニバルっていうやつに、ちょっと我々も参加してみようじゃないかということになりまして、で、今日ミーティングやったんですけど、結果ですね、あの、私が主役で、 脇役なしで一人芝居をやることになりました、はい。何をやるかはもうちょっとご覧になってみていただいてからということになるんですが、はい、そうですね、はい、ちょっとな内容は明かせないんですけれども、はい、一応、えー、そうですね26秒のカーニバルの URL ちょっと貼っときますので説明欄に、はい、そちらにも書いてあるんですけどテーマは旅です。はい、旅、はい 旅をテーマとした26秒のショートショートを作るということで、私が、その、えっ、ー、と、見栄えに関しては全責任を負わされると。脇役がいないんでね。はい。はい。ダブル主役でもないんで。はい。全責任を負わされるということで、あの、頑張りますということでございます。はい。<laughs> あのですね、はっきり言ってですね、嬉しいよりもですね、あの、 大丈夫かなっていう大丈夫なんだろうかっていうのがもう本当にちょっとあの気にしているところでございますはいそうですねただまあ僕はあんまり本番でまあ音楽活動でもそうですけどあの本番であんまりあ,あとほらあの仕事のサラリーマン時代のプレゼンでもそうですけどあんまり本番で緊張しない方なんでねまあなんだかんだとすんなりいくんじゃないかなとは思ってるんですけどね、まあ、とにかく あの、楽しむために加入したんで、楽しみたいと思います。はい。ね、結果が出たらですね、また、あの、残念でしたの結果になるのか、あ、なんか賞をいただきましたの結果になるのか、ちょっとわからないんですけども、はい、また結果報告をいたします。はい。ということで、えー、今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。